で、ここはね、姉ちゃん、それから、ここはこうなって。姉ちゃん、たつや、もう急にぶつかってきてびっくりするじゃないの。姉ちゃん、何書いてるの？ダメだよ、達也。はあ、かわいい魔法使いや。そう、魔法使いってわかる？うん、かわいい魔法使い。ありがとう、達也。マミさんが黄色を基調にした衣装だったから、私もマミさんとお揃いっぽくなるよう色だけピンクに変えてみたんだ。達也に褒められるなんて、なんか嬉しいな。これ姉ちゃん？うん。どうかな？似合うかな？似合う。ひらひら似合うよ。本当？達也が褒めてくれたら自信ついちゃうな。二人とも何してるんだい？パパ！へえ、かわいいじゃないか。パパは見ないで！なんで隠すんだい？その絵、かわいく描けてるよ。もう、急に入ってくるんだもん。びっくりしたよ。ごめん。もしかして、その絵のモデルは、まどかなの？違う、はい。どっちなのかな？その、魔法少女の衣装って、どんなのがいいかなって。魔法少女？そうか、それを絵にしてみたんだね。そうなの。それなら、マドカが良いと思ったものを描けばいい。それがマドカにとって、きっと素晴らしいものになるだろうからね。本当に？ああ、もちろん。達也だって、この絵がとっても気に入ったんだろう？おう！姉ちゃんかっこいい！ありがとう、パパ、達也。そっか。やっぱり、いいことなんだね。ほう、達也、なかなかうまいじゃないか。ヒューパーヒーロータ！ただいまー。おかえり、マドカ。おかえり、姉ちゃん。二人で何してたの？達也のお絵描きさ。大好きなスーパーヒーローを一生懸命描いてるんだよ。姉ちゃん、これ、ヒーロー。へえ、テレビの。達也も男の子なんだね。うん、男の子。でも、まどかだって、達也ぐらいの頃には魔法使いに憧れて、絵とかをたくさん描いていたんだよ。そう。ああ、そういえばこの間も熱心に描いてたよね、魔法使いの絵。そうね、ちょっとね。あ、そうだ、パパ。ん？なんだい？今のこの世の中ってヒーローがもし本当にいたら役に立てると思う？それはまた突飛な質問だね。あ、もしもよ、もしもの話でいいんだけど、パパならどう思うのかなって。そうだね。例えばの話で言うなら、世間を脅かす悪の存在がいて、それを倒してくれるヒーローがいたら、みんなと一緒に拍手喝采するだろうね。拍手喝采？うん、みんなで感謝すると思う。そうだよね。ヒーローがいてもいいんだよね。
でも、もしもその悪者がみんなの知らないところにいて、ヒーローもこっそり戦っていたりしたら、どうなのかな？それでも拍手喝采になるのかな？それは難しいだろうね。誰にも知られてないわけだから。だよね。でも、それはそれでかっこいいと思うよ。え？かっこいい？誰も知らないところで正義のために戦うなんてさ、孤高のヒーローといった感じだよね。孤高のヒーロー。どうしたんだい、マドカ。最近また魔法使いやヒーローものに興味が出てきたのかな？いや、そういうわけじゃないんだけどね。うん、好きなものに興味を持っていいよ。でも学校の勉強も忘れずにね。はい、分かってます。じゃあそろそろ夕食の準備をするかな。お腹空いた？うん。はい、すぐに用意するからちょっと待っててね。